低ティアのうちは、正直、えっと、乗り換え乗り換えでいいと思いますし、最悪、艦長スキルも別になくてもいいと思います、僕は。ちょっと、駆逐だけは何とも言えないんですけど、でもまあ、なくてもいいと思います。で、割と高ティアになってきてから、艦長スキルの恩恵を感じ始める、まあ、隠蔽とかですかね。隠蔽とか、あと、駆逐感はちょっとこれは欲しいですけどね、最後の抵抗とか。 この4スキル1個でもあったらかなり変わるなっていうものが、多分隠蔽と、駆逐で言うと隠蔽かなえー、っと。他の監視で言うと、まあでも巡洋艦も隠蔽とかですよね。戦艦は防火とかですかね。この辺のなんか隠蔽とか防火とかのスキルが重要になってきたなって感じるところ。なんか火災が痛すぎるとか、あとはなんか隠蔽の差がこれは あの死亡に繋がってるなみたいな。なんかそういうところに直結し始めたら、先ほど言ったそのシナリオとか、あとは、なんか、イギリスとかだとネルソンとかの艦長がもらわれてたりするんだよね。なんかそういう、なるべく高い艦長を、えっと、持ってきて、で、そこから育てていくっていう。10艦長とかある程度育ってる艦長を入手してからそれを育てていくっていう感じがいいと思います。 で、えっと、目安としては、うん、巡洋は正直、ティア8ぐらいからでいいと思う。戦艦はね、ティア6から結構大事になってくるかもしれないです。ティア6以降からは、まあ、10艦長あってもいいかなっていうぐらい、結構艦長スキルが大事になってきます。巡洋艦は多分8以降ぐらいからでいいと思います。多分、そんなに隠蔽のスキルが大事になってくることはないと思う。 ティア8からレーダー、レーダーが持てたりとかして、ちょっとずつ巡洋も強くなってくるんでね。そうすると隠蔽が欲しいなっていう場面も多くなってくると思うんで、巡洋は大体目安ティア8から。で、駆逐は、まあできるだけ早い方がいいんだけど、隠蔽合戦を繰り広げたりする、ティア6、7ぐらいから欲しいかなっていう感じかな。ティア6、7ぐらいからはちょっと十貫巻あったらいいなって感じはします。最悪、あと、あのー、 この辺から育成にかなり時間がかかるので、まあ、ティア6かティア7ぐらいから艦長を持ってきて、この吹雪とか乗せて、で、その艦長を育てていくとかでもいいと思いますけどね。なので、育て始めるのはティア6ぐらいからでいいと思いますよ。で、できれば、あの、10艦長とかがポンって入っている状態で、あの、育成して乗り継いでいくっていうのが一番いいと思います。で、艦長を手に入れる手段としては、この、 先週の座王戦面白かったですねこれ。こういうシナリオでの10帳を手に入れる方法があったり、あとは武器庫からも手に入るので、そういう方法をとって、ティア6ぐらいから育てていくイメージ。巡洋艦はティア8からでもいいかなと僕は思いますけどね。まだあ,あの、でもティア7ぐらいから育て始めてもいいかもしれないですね。ティア8からちょっと欲しいので。なんで、そんな感じで。 低ケアの1から5くらいまでは正直あの育てなくていいと思います。あの、艦長が育つよりも船が育つの方が早いので、多分乗せ替える時に使う経験値の方がもったいないかなって感じです。艦長、あ,かあの、艦艇を研究するにかなり時間がかかってくるようになってからじゃないと、多分乗せ替えるよりも、とっかいっかいしていった方がコスパいいんじゃないかなって感じがしますし。 そこまで重要なスキルないですしね。ティア1から4ぐらいまでで。あってもなくても正直あんまり変わんないよね、みたいな感じだと思うので <laughs>。あの、船がそんなに強くないっていうのはあるからね。カスタマイズしてもそんなに差は出てこない。ティア5から6、7ぐらいになってくると、ちょっとずつ、あの、やっぱり艦長スキルの有無っていうのがかなり大きくなってくるかなって感じはするので。そんな感じでどうでしょうか。